まあ、決勝進出の中ですけど、準決のメンバーがですね、相手がやっぱり古性さん、松浦さん、新山さんに深谷さん、こういったメンバーの中でどういった作戦考えられてました？もうしっかり後ろから押さえて足を使って位置を取られてまあ、そこがうまくできた後、ちょっとね、古性さんと松浦さん飛んできましたけど、やっぱり今日バンク重かったんで、新山さんが、まあ、ちょっと早めにはかけれない感じだったんで、そこを隙を古性さんがすごい勢いできました。でその後は足はちょっと溜められていたんですか、残っているというか。そうですね、もうずっと溜め、まあ、ちょっと休む時間もあったんで溜めてたんですけど、やっぱそこに行かれてしまったんで、うん、まあ、後方になって、絶対絶命になりました、うん、今の時点でこの S 班のメンバーたちとはやっぱりちょっとまだ力の差はあるのか。力の差もありますし、やっぱりその隙の見分け方もタイミングの取り方も全然違うなと思います。ちょっと決勝でね、またいい走りして次につなげていけるように頑張ってください。しっかり頑張りたいです。ありがとうございました。Thank you.